リオデジャネイロにおけるコルコバードのキリスト像の位置コルコバードのキリスト像。コルコバードのキリスト像は、ブラジルのリオデジャネイロのコルコバードの丘にある巨大なキリストの像である。1922年のブラジル独立100周年を記念して、1922年から1931年にかけて建設された。 高さ39.6メートル、左右30メートルであり、635トンの重量がある。その中は150人ほどが入れる、礼拝堂になっている。クリスチャン人口が80%を超えるブラジルのキリスト教のシンボルで、リオデジャネイロとブラジルの象徴になった。世界遺産、リオデジャネイロ、山と海との間のカリオカの警官軍に含まれている。 コルコバードの丘からの眺望庫のキリスト像は2007年7月に新世界七不思議の一つに選ばれた。他の6つが古いものであるのに対し、このキリスト像だけは20世紀の建造物である。この新世界七不思議はユネスコの世界遺産とは異なり、最終選考は専門家による審議によらず選出のために一般からの電話投票とインターネット投票が行われた。 そのため、ブラジルでは、リオデジャネイロに本拠を置く、同国最大の放送局、メディア企業であるグローブを筆頭に、ブラデスコ銀行などの有力企業の講演のもと、数百万ドルが投じられ、この自動応答式の電話投票を無料で行える、ボートのクリストキャンペーンが行われ、7月初めまでの時点でおよそ1000万人のブラジル人が、キリスト像に票を投じた。 http://marketing.jp コロンススラッシュスラッシュアーティクルスラッシュディテールスラッシュ14114キリスト像が白衣姿に医療従事者へ感謝の意。CNN 2020年4月15日閲覧。ありがとうございます。